はい、矢田君、お疲れ様です。はい、あ、おはようございます。前回のよね、はい、高松から急激に良くなったような気がするけど、はい、いやもう、はい、特別な練習とか、そういうことはないわけ。そうで、久留米の大先輩の神楽正義さん、いいアドバイスをもらって、その間、それで良くなりました。まあ、この高松から食ってようになったわけよ。それで一月やってたんで、正義さんに言われた練習方法と調整方法をして、それは良かったね。はい、その練習方法を持ってここへ高知県に来たわけよ。はい、で5連勝と今のところ。はい、明日は6連勝は頑張りますね。はい、まあそういうようにほら一場所一場所違うような形でね、はい、ごくごく強くなってくると、はい、いうことは素晴らしいことやね。ありがとうございます、素晴らしい先輩に会うたね。はい、お師匠さんかい。やもう師匠は小倉の選手なんですけど、はい、でその各楽に会うて、はい、そのアドバイスもろうて良くなったと。はい、じゃあ明日は6連勝を目指して頑張ります、ね。はい、はい、頑張ってください。ありがとうございました。